ない。そっち聞こえてます？聞こえます。まああんまり期待しないでいただいて。じゃあやりますかね。やりましょう。はい。ささっと。ささっと。ひどくない。こうあのね、師走のこの皆様、お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。佐藤セバスチャンもこれ、第4回目を迎えまして、これ、おかげさまで、今回さ、セバスの BTTV ということで、ちょっとあの、毎回ですね、ちょっといろんなゲストを呼んでみたり、ちょっと面白いこと考えてたんですけども、ちょっと演奏はおぼつかないんで、ちょっと演奏にあの集中してみようと思ったんですけど、普段とあんまり変わらないわけですまああのですね、佐藤セバスチャンといえばあのひげトレードマークでして、あの剃ったら死ぬって言われてたんですけど、ね、ちょっとあの12月から僕もあのギターを弾いて生きていけないのであの仕事をしてるわけなんですが、ちょっと大事なお客様のところちょっと行くようになる。さすがにこのひげ面はありえないだろうなと思ってちょっと今日はねひげなしでいきたいと思います。ちょっと前半はあのまたクラシックギターの古典の、曲をやりたいと思います。スペインの、ね、タレガという作曲家の曲をちょっと前半4曲やりまして、後半はねなんか現代のクラシックギターの、名曲が結構あるんですね。僕もセバスチャンやるまであの現代のクラシックギターの曲ってあんまり知らなかったんですけどね、これがいい曲もいっぱいあるんですよね。まあ、ちょっとそんな感じで今日はやっていきたいと思います。最後までお付き合いください。ありがとうございます。まずですねちょっとあの緊張するんで、まず手慣らしであのエチュードの曲をね2曲ぐらい、エチュードなんですけどすごいいい曲です。ラグリマっていうね、涙というとアデリータという曲をちょっと2曲続けてやりたいと思います。このラグリマっていうのはねこのスペイン語なんですけど、ね、意味は涙っていうことでね、涙っていう感じなんですが、これラグリマっていうね言葉の響きがなんかかっこいいですよね。スペイン語はちょっとわかんないんですけども、まあ、ちょっとそんなね涙の曲のイメージを持ってねちょっと聴いてみてください。ラグリマとアデリータです。
ありがとうございます。いい音色ですね、これ。クラシックギターってね、これ。まあ、次もね、タレガの曲ですが、これ一番クラシックギターの曲の中では有名というか、割とこうテレビとかでも使われている曲なんですけど、アルハンブラ宮殿の思い出という曲です。この曲はね、トレモロという奏法を使って弾くんですけども、行ったことないんですけども、アルハンブラ宮殿っていうのはなんかこう噴水があるらしいんですね。その、まあ、YouTube で見たんですけどNHK の特集で、なんかちょろちょろちょろってこう、なんかこの、まあ、ちょろちょろした噴水があるんですよ、ね、その噴水のちょろちょろしたイメージを表現したって言われてます。アルハンブラ宮殿の思い出という曲です。やります。
よいしょと。ありがとうございます。すいませんね、なんかこういう地味な感じのロック系じゃなくてごめんなさいね。まあ、こんなもんですよ、クラシックギターね。ちょっと基本的に暗い音楽が多いんですけどもね。まあ、ちょっと今の曲もね、暗かったですけども、次はあのアラビア風奇想曲という曲をちょっとやらせていきます。これも暗いんですね、もう思いっきり暗いし、なんかちょっともう、なんかね、ちょっと怪しい感じなんですけども、なんかですね、この奇想曲っていうのは、チューナーも今 iPhone ですよ、これ。ただですよ、しかも。曲っていうね、曲はなんか英語っていうかイタリア語ですかね、これ音楽用語で言えばカプリチオと言いまして、この自由にとか気ままにっていうような感じの曲です。まあね、ちょっと一部そのスペインの古典の音楽は最後になりますけども、アラビア風奇想曲という曲です。聴いてください。
いいですよ、自由ですからね。タイミングを。ああ、すいませんね。タイミングを。ちょっと怖い。どうですか、楽しめてますか。おっと。ちなみにこれはウーロン茶です。あざす。まあね、ちょっと聞きにくい曲かもしれないですけどね、今のはそのスペインのね、古典音楽を中心にちょっとやりましたけど、後半はちょっとですね、今更なんですけど携帯をマナーモードにしてくださいっていうのをちょっとまた言い忘れました。半年後また後半はね、現代のクラシックギターの音楽を中心にやっていきたいと思います。まず1曲目はカバティーナという曲です。これはね、ディアハンターっていうなんか映画の主題歌になってたみたいなんですけども、その映画自体は見たことはないんですけどね、なんかこの一番、村地香織さんがよく演奏してるのが有名ですけども、なんかね、とってもこうあったかいね、なんかぬくもりのような感じの曲です。僕勝手にイメージするのはこの冬の寒い日なんですが、こうベランダからこの日が差してですね、なんかポカポカこうまどろんでるような、そんななんかぬくもりのような曲です。そんなイメージ聴いていただけたらなと思います。じゃあカバティーナ聴いてください。
きましょうね。次はね、ちょっと今日はいろんなバリエーションやってみたいなと思いまして、次は単語です。単語アンスカイという曲ですね、これ、これ難しいんでちょっとあの主に飲んでてください。あんまりこっちに注目しないでいただいて。この単語アンスカイっていうのはこれまた前にもね演奏したことあるのでちょっと喋ったかもしれないんですけども、単語っていうのは本場はあのアルゼンチンとかですね、ちょっと中南米の方なんですが、この曲を作曲した人は、お、いらっしゃいましたね、これ。どうもありがとうございます、今日はね。ありがとうございます。この「タンゴ・アン・スカイ」っていう曲はですね、その本場はアルゼンチンとかなんですが、この曲を作曲したね、ローラン・ディアンズっていう人はあのフランス人なんですね、これチュニジア出身のフランス人なので、その本場この「アン・スカイ」っていうのはね、これ偽の革、フェイクレザーですね、合成皮革ですよ。偽の革の単語っていう名前をつけたみたいです。それはちょっと本番のねアルゼンチンにこう敬意を表してと言いますか、ちょっとへりくだってね、ちょっと本番偽の革の単語というらしいです。ちょっともう単語アンスカイ聞いてください。Thank you.
題ができたという感じですけど、まあ残り少ないんですけどもね、ちょっとあと2曲ですがお付き合いいただければと思います。次の曲はですね、アンドリュー・ヨークっていうこのアメリカ合衆国のですね、ギタリストで結構あのグラミー賞とか取ってるんですけど、この作曲家でもありますしすごいプレイヤーでもあるこのアンドリュー・ヨークという人の曲の曲を2曲やりたいと思うんですが、ちなみにさっき合衆国って言ったんですけど、これどうですか、これ合衆国ってちょっと使ってみたいなって最近思って使ってます合衆国ね、まあちょっとすごいいい曲がいっぱいありまして、このアンドリュー・ヨークという人のね特徴はですね、まああの現代のこのギターリスト有名な人はいっぱいいます、まあ、エレキギターの人とかでもいっぱいいますけども、この人の特徴はですね、クラシックの世界をちゃんと踏襲してまして、この古典を踏まえながらちょっと新しい冒険みたいなことをしている人なんですね。特に、2曲目の曲がそうなんですけども、ちょっとあの弦をね、1弦と6弦、一番下が1弦で上一番上が6弦ですけど、これをですね1音下げて演奏するんですね。これがまたね絶妙な、なんかいい綺麗なあの和音が出るというか、なんか不思議な感じなんですよね。ちょっとまあそんな感じの曲をちょっと2曲やりますので、はい、スノーフライトという曲です。1曲目は、これはですね、この人もね、またこうタイトルとですね曲のイメージがすごいなんかビタッと来ている感じが僕はとっても好きなんですけど、スノーフライトというのはこの、まあ、粉雪舞うって感じですよね。そんな感じをちょっとねイメージして弾いてもらえたらなと思います。まあ、必ず僕なんか演奏する前にこの僕はこう思いましたっていうのをちょっと先に言うんですけど、なんかあのなんかまあ人それぞれでいいんですけど、なんかちょっと共有したいなっていうところがありまして、ちょっと スノーフライトちょっと粉雪がねシャキシャキと舞う感じをちょっとイメージしていただけたらなと思います。ちょっとあの楽しい時間はあのすぐに過ぎ去っていくわけなんですが、あの次の曲でね、最後になります。佐藤セバスチャン冬場所、セバスの BTTV と題しまして、
でやってまいりましたけども、セバスチャンはあのこれ夏は梅雨場所、冬は冬場所ということでね、年2回しかやらないっていう、このしかもこの席が10席しかないっていうことで、あの本当プラチナチケットをこの皆様これね本当に。で毎回ですね、ちょっと趣向を凝らしまして、前回はですね、ご来場者、もうご希望者ですけどもね、あのセバスチャン特製サインボールっていうのをお渡ししてたんですけどね、セバスチャンと野球が全く関係ないっていうところに面白みを感じていただければよかったんですが、ちょっと今回はね、あのセバスチャン、もともとひげガッとしてるんでね、そのイメージの絵を描いてですね、金太郎飴ですね、作ろうと試みたんですけど、ちょっとあの意外にこの納期が、飴作る時間がかかるんで、ちょっと諦めましたので、ちょっと次回、ね、佐藤セバスチャン金太郎キャンディーを皆様に差し上げたいと思います。ぜひ次回ね、冬場所です。ね、夏になりますが。よろしくお願いします。サインボールお持ちですよね。いっぱいあります。まだありますか。まだありますね。捨てないですか。最近あの解禁賞っていうことで本当ありがとうございます。解禁賞の方じゃあ最後の曲はですね、またこのアンドリュー・ヨークっていう人の、まあ、一番代表的な曲ですけど、サンバーストです。さっきは雪がテーマでしたけどね、サンバースト、太陽ですね。これバーストですから、これなんかカッと照りつけるようなですね、もう雲の切れ間からビガッっていうような、そんなイメージの曲だと思います。ちょっと最後にふさわしいんですが、ちょっとこれまた難しいんで、まあ、ちょっとご勘弁いただきながら聞いていただければ。ちょっとね、イントロがまた長いんですよね。サンバーストです。聞いてください。Thank you.
佐野セバスチャンでした。またよっこい、またお会いしましょう。意外にできた。これでもね。アンコールないですか？もうちょい行きたいな。アンコール。うん、今日お土産ないし。お土産ないしね。アンコールあるんですよ。実は。珍しい。僕人のやつ見に行ってもそうなんですけど、このいい加減この茶番やめたいですよね。それはもちろん用意してますよ、それ。最初なかったですか？断られた。そう、断られた。あまりにちょっと広がった。タバコをね。さあ、今ご注文タイムですよ、これ。ありがとうございます、本当。今日ね。よいしょ。お地蔵です。ちょっとこのカフェはダイアリーの宣伝をしておきますと、特に何も考えてなかったんですが、まあ、ちょっとスカイツリーにも近いということもありまして、これ皆さんもねちょっと散歩がてら寄った際にはですね、スカイツリーでも見た際にはちょっとお寄りいただければなと思います。セバスチャンもね、第4回目お茶になっておりますけども、あと忘年会ってすごくないですか、いっぱいね。あれ忘年会ってやめてもいいんじゃないですかね。しかもなんかたまに会うなんかね、高校の友達とかもなんか忘年会しようぜみたいな、別の時にした方がいいですよね。本当、ね、うん、忘年会話ああ、いや、またもうフェイスブックとかやってるとこのイベントがもうジャガジャガこう来て、ちょっとなんかストレスなんですね。まあそういう、ごめんなさい、セバスチャンも一つイベントでした、これ。ごめんなさい、皆さんね、来ていただきまして、ね、まあ次は夏場所ということなんでね、皆様ちょっと楽しみに。金太郎キャンディー楽しみに待ってていただければ、ちょっと演奏の方もね、ちょっと練習していきます。じゃあ最後は結構あれと皆さん知らない曲、馴染みのない曲が多かったので、ちょっとあんまりね、だったかなと思うんで、ちょっと最後ね、前回、夏場所、梅雨場所か、今年の夏やったのはですね、セバス・ミーツ・ジブリということで、二個奏者のマリコ・アンドレッティという人を呼んでですね、招きまして、ジブリの映画の音楽を中心にやったんですがね、その時ちょっと評判が良かったと勝手に思っている。魔女の宅急便の主題歌であります海の見える街という曲と、荒井由実さんの優しさに包まれたという曲をメドレーにしてやりたいと思います。はい、ありがとうございます。Thank you.
夜楽器の音がしますって歌って貼ってて誰だろうな俺かなってちょっと静かに俺かなってなんかねうちの隣が、まあ、俺もそうなんだけど仕事も家でやるなんか同じ感じでなんかずっといるんですよどうもどうもやりきった男のちょっとあのおでこがテカってると思いますがそうさ、大丈夫荷物取った